皆さん、こんにちは。2018年11月の22日、17時48分です。夕方の5時ですね。昨日、朝比奈さんと金梅さんがなんか婚約するみたいで、金梅さんからね、なんか婚約指輪の、婚約指輪をこう作ってくれというふうにご依頼いただいたので、金梅さんの婚約指輪を作ってます。今ね、ちょうどね、シルバーブランド和道っていうのを立ち上げていたので、本当に光栄ですね。記念すべき婚約指輪になると思うので、一生懸命作りたいと思います。よろしくお願いします。じゃあちょっと X さんとミーティングします。シルバー歴30年の X さんに電話します。お疲れ様です。お疲れ様です。聞こえます？声。うん、聞こえますよ。ごあ、めんね。いい、了解です。なんか、はい。金梅さんから依頼が来たんですよ。婚約指輪の。はい。な、流れっいえ。いてご存知です？やー、わからない。なんか、なんだろう、その婚約指輪のところまでは知らないけど、朝比奈ちゃんと一緒になんか放送したのは、ちらっああ、と見たけど。朝比奈ちゃんと金梅さんが今多分付き合ってるんですよ。そうなんですね。はいはい。はいはい。で、多分婚約するっていう流れになって、なんか朝比奈ちゃんがカルティエのリングが欲しいって言ってたらしいんですよ。カルティエ。はい。ほいほで、いほ多い。分カルティエのリングが好きなんですね。で、みんな女の子は好きだもんね。そうですね。僕も好きなんですけど、そしたら、なんか、リスナーさんが、いや、シルバー、婚約指輪は和道だろうって言ってくれたらしくて、で、金梅さんが、和道にしよう、和道にしようっつって、朝比奈ちゃんはカルティエがいい、カルティエがいいって言ってるような流れらしいんですよ、今。はい。へえ、すごいじで、ゃないですか。なんか、ありがたいですよね。すごいですね。で、なんか、どんなの作れるって言われて、そのデザインとかは、指定がないんですよ。どうしたらいいかなと思って、リング相談したかったんですよね。なるほど。はい。そう、何もない状況ですよね。何も、ワドちゃんの方には、こういったものっていうような、そういう、あれは、ない状況でしょ？一個だけ指定があったのは、はい。あったことはあったんですけど、まあ、それは放送で言うあれじゃないと思うんで、今、LINE って見れてます？ LINE の文字って読めます？送っ LINE たのら。文字、ちょっと待ってください。読めます？読めないな。読めない。ちょっと待って。LINE 通話してると LINE を読めないという あ、読めます現よ。象。え、本当設に？定がちょっとあれなんですよ。なんかタブを、まあ、多分口頭で説明できないですね。見れることは見れるんですけど、まあいいや。まあそれは後で伝えます。で、なんかデザインどうしようかなと思っていて。なんかせっかくだから、その1個で、その作ってもあれなんで、WADO の商品のラインナップで、ちょっと安いラインナップのリングを作ろうかなと思っていて。せっかく原型作るんだったら。で、まあ、まあ、あれと同じやつ欲しいって言われたら、リスナーさんも買えるようにするのが一番いいんじゃないかなとか思ってるんですよ、僕としては。なるほど。それ良くないですか、その作戦。そうですね。なんだろあ、タメ語でいいっすよ。敬語じゃなくていいっすよ。普通で、はい。まあ、じゃあ、いつも通り、和美ちゃんとはい。話すような。はい。いや、だから、例えば、今回それ作らせてもらうっていう形であれば、で、ラインナップにするんだったら、例えば、まあ、レイバンとかもそうだけど、芸能人の、ね、方がのモデルってあるじゃないですか。芸能人モデル。誰々モデルってあるでしょ？それみたいな感じにして、金梅モデルみたいな。
っていうのを、そのラインナップを、ワード の中で展開するっていう形でいいんじゃないですか。あ、そうですね。そんな感じでいこうかなと思ってて。で、まあ、これは、実際つけるのは、朝比奈ちゃんだと思うんですけど、女の子ですね。だから、だから金杯モデルっていうのが、まあ、金杯モデル、まあ、金杯ちゃんがその、朝比奈ちゃんに送ったモデルとか、まあ、それはもう、そこら辺は、ワドちゃんに任せますんで、了解です。ただ、多分そういうような流れだと、まあ、一番いいんじゃないのかなっていうふうには思うんだけど、なるほど。で、シンプルなデザインってすげえ難しいじゃないですか。今そうだね。作ってみたんですよ。ワックスから。これどうしようかなと思って、平打ちか、コーマルかで迷ってるんですけど、平打ちがいいかなと思ってて。まあ、向こうから、金梅ちゃんの方から指定が何もない状況であれば、平打ちで作った方が、その後例えばこういった感じがいいなとか、例えばここに文字打ち込みたいなとか、例えばここに石入れたいなとかって、なんかこういろいろと多分出てくると思うんですよね。だそういう時に、いろいろ対応できるのは、まあ、平打ちが一番いいん平打じゃちがない一か番と。いい。おお、平打ちですね、じゃあ。と思うんだけど、まあほら、まずそもそも、ワドちゃんにその平打ちリングの作り方を教えてないのに、よくすごいね。さすそうがなだんでな。すよ。やっぱり手だと歪んじゃうんですよね。これはこれで預かっていいと思うんですけど、なんかブライダルリングっぽくはないかなと思っていて。なんか、厚みってどれくらいで作るもんなんですか？平打ちって。ものによりまあ、ますよね。ものに、本当ものによるけど、結局、石を入れることになると、例えば、この石っていうのは、まあ、その、普通の、まあ、要はダイヤとかの石の形あるじゃないですか。で、あれの、まあ、てっぺんっていう、まあ、要は一番そのトップのところ、テーブル面から一番下のキューレットっていうところまでの、あ、そっか、厚み要を確は、保しないといけないのか。厚みがあるのよ。で、それを、なんか結局は、石がありきで、石から逆算をしていく方法なんだよね。なるほど。じゃないと、石、このものに対して石を入れることになると、そのものに入る石しか、要は、選べなくなっちゃうの。石の厚みってどれくらいなんですか？平均する石のと。厚みは、まあ、いろいろともちろんあるんだけど、ダイヤモンドとかで使うんだったら、やっぱし、なんていうのかな、今度はその厚みっていうよりかは、パイ形なんだけど、パイ数っつって、上から真上から見た時の、まあ、丸として、そこの、要は直線なん、あ、直線っていうかた、あの縦なんだよね。それ、あ、それが、要は、パイ形って言って、その直径の部分に当たるんだけど、そこからだいたいかける1.3とかそういう数字が出てくるんだけど、ダイヤモンドとかみたいに、要はダイヤモンドっていうのは 4C って言われてて、そのカラーとかカッカトラー、とかカット、クラリティとかクラリキティ、ャラットとかっキャて、ラット。その4つで形成されてるんだけど、カットが悪いと、さすがにその同じ、上から見たとき同じでも、高さが違ったりとか、あと、まあ、日本製ではほぼないけど、例えば、インド製のやつだと一番下のキューレットの部分がパツッとカットされてしまったりとか、そういう、まあ、もちろん、ね、インド製の僕はもう使ったことはないけど、そういうことも起きるし、あと、他の、例えば、誕生石とかってなってくると、やっぱし値段が安いと、その石の硬度っていうのは硬さの違いで、やっぱしカットをきれいにしてても、やっぱしその、なんていうのかな、カットしても少しこう柔らかさが出てしまうっていう。硬いからパツパツパツっとこう、なんて面体がカチカチ出てくるんだけど、そうなってくるとどうしても、石っていうのはその高さっていうよりかは、パイ数で
選ぶんだよね、うんうん、あの他の石になると、うんうんうん、でダイヤモンドになるとその 4C というもので同じそのものっていうのはなかなか見つからなかったりとか、うん、っていうのはもうそのさっき言ったその4つには4つあるから、はい、色が良くても、はい、カットがダメだったりとか、はい、あ X さんあの、うん、厚みどれくらいにすればいいんですか？でその厚みは、はい、その結局そのなんだろうその倍数によって1ミリだったら、はい、例えばその石が1ミリだったら、はい、まあ、1.3 ミリぐらい取っておけばいいかなとか。ああ 1.3 でいいんですね。全然じゃ結構1ミリだったらね、はい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 、でも 1ミリの石を例えばそれ婚約指輪に使うっていう人はほぼほぼいないと思うんだけどね、はい、もっと今回はあの石は使わなくていいっていうふうに言われてはいるんですよ、うん、何もその、まあ、条件がないっていうことっていうのは 石もいらないってことでしょ。そういうことです。したらまあ女性だよね。そうですね、女性だから、うん、そうね、コンマ8でも結構厚めかなとは思うんだけどね、はい、コンマ8で厚めなんですね、うん、なるほど。コンマ4から6の間ぐらいじゃないかな。コンマ6から4ぐらい、あそんぐらいなんですね、うんうん、0.4 ミリ、そうだね、0.4 ミリから0.6ミリの間の平角で、はい、まあ、平角というか平打ちのリングっていうのがまあ定番、普通一般的、うん、でフォーマルサイズになると、はい、あの少しほらやっぱし丸くなってるからさ、はい、ちょっと厚みが出るっていう感じかな。あなるほど、 0.4、うん、で当然同じものを作って同じサイズで同じものを形状のものでも、はい、それをシルバーにする場合と金にする場合とプラチナにする場合っていうのは、はい、あの重みが違ってくるね、重さが、はい、それはあのこの間ほらグラム計算、うん、そうそうそう、工房で測ったけどグラムで比重っていうのがあるから、はい、その金属の比重によって、はい、あの重さが変わってくると。ああなるほど。で重さ、うん、重さが変わってくるイコール金額が変わってくると。なるほど。金の方が重たいってことですよね、うん、そうだね。あの例えばその今言ってたシルバーと金とプラチナっていう中では、はい、シルバーが一番軽くて、はい、次に金、はい、次にプラチナっていう、そういうことだよね、うんうんうん、なるほど。プラチナはだいたい、まあおおよそだけど、はい、シルバーの2倍ぐらいあるから。あ、そんなに重たいんですね。うん、比重がね。ああ、なるほど。うん。了解です。うん。なんかめちゃめちゃ凝ったものを作りたいなとか思ってるんですよね。なんか、うんうんうん、多分その放送とかにも映るじゃないですか。これ和道が作って、うんうん、和道のところのやつだよって言って。うん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 、でシンプルで凝ってるっていうか、こうかっこいいっていうのすげえ難しいなとか思ってて、そう、僕も、ね、はい、よく言われるのが、本当シンプルでいいんですって言われても、はい、ワドちゃんのシンプルと、はい、僕のシンプルと、はい、やっぱ違うんだよね、そうですよね、それぞれ、はい、で一般的なシンプルって言われても、はい、やっぱしそれも十人十色だから、うん、どこまでがシンプルのなのっていう、そこのやっぱリサーチっていうのもすごく必要だし、はい、あとは常にっていうか日頃どういうスタイルをしてるかとか、どういう生活をしてるかとか、はい、まあ、そういうどういう服装かとかって、そういう例えば、はい、和道だったら、まあ、色的には赤と黒と白とかさ、はい、そういうようないろんなことを踏まえて、はい、ここら辺まではシンプルなのかなとかっていう、うんうん、聞いて、まあ、要は相手方に聞いてみて、うん、で要はこれはちょっと少しこうごちゃごちゃしてるとかって言われたら、そこをどこを削るかとか、そういう話になってくんだよね。なるほど。これそうっすね、うん、なるほど。これ作るの結構、まあ、早い方がいいと思ってて、うんうんうん、金梅さんのところに届けるの大体最短でどれくらいでいけますか、その作るとするなら原型、はい、リングの原型どれくらいで
作っていったらいいかなと思っていて、リングが原型がワックスが完成してから納品どれくらいでいけるのかなとかも知りたかったんですよね。そうだね、うん、まあ、かずみんちゃんが作って、はい、そこから、まあ、出来上がりましたっていうとこから、はい、まあ、今あれでしょ、ワックスで作るっていう状況でしょ。それもどうしようかなとかいろいろ考えてるんですよね。物はシルバー、物はシルバーです。物はシルバー、はい、今どっちでもワックス、うん、なんかはこう金型原型からでも作れる。あの、はい、なんか細工したいの？いや、細工っていうか、あの、リングを一回カットして、あの、うん、バングルみたいに、なんていうんですか、こう浮いてるデザインがいいなとか思ってるんですよ、僕自身は。わかります？浮いてるっていうか、あの、間が、隙間が空いてるっていうか。隙間が空いてる。リングをカットしてるんですよ。あの、バングルみたいにこう、わかります？腕を入れる部分がカットされてるってこと？そうです。あれみたいにリングがカットされてるっていうのがいいかなと思って。フリーサイズ的な感じ？フリーサイズではないんですけど、まあ、そういうデザインというか。はい。であれば、シルバーであれば、はい、まあ、前にも話したかもしれないけど、基本は、はい、地金っていうのとワックスっていう製法で分かれるんだけど、はい、まあ、もともと僕は地金ばっかしやってたんだけど、はい、直接金属を要は切ったり貼ったり叩いたりっていうことを、はい、まあ、やるのが地金っていうのね。はい、でワックスっていうのは、はい、そういったろうそくの銅材みたいなものを使って、はい、キャストする、カービングしていく、うん、カービングしてキャストをして金属に置き換える、うん、ということをするんだけど、はい、シルバーであって、まあ、そうだね、シルバーであるんだったら地金でいった方が、うん、作りやすいですか？いいとは思う。でもなんかこう細かい細工を入れたいとか、なんか、まあ、その細工の仕方にもよるんだけど、はい、なんだろうな、はい、そんなに細工は必要でなければ、はい、うん、地金でいった方がいいんじゃないかな。なるほど。どうしようかな。だから結局そうするとワックスだとキャスト の、まあ、の納期っていうのもあるし、はい、まあ、普通のとこ、まあ、いろんなまちまちだけど、はい、もう最短ね、最短で今日の明日とかっていう業者さんもいるし、中1日とか、あとは2日とか、うん、まあ、長いとこだと1週間とか、うんうん、それは時期とか、まあ、クリスマスシーズン前とか、そういう6月の結婚、ブライダルシーズン前とかっていうなると、はい、業者さんもやっぱし忙しいから、はい、なかなか時間がちょっともう少し遅くなっちゃうとかっていうのもあるしね。うんうんうん、なるほど。でも、うん、でもそういうシンプルっていうふうに言うんであれば、はい、僕は多分思うに、地金から直接。シンプルっていうオーダーじゃなくて、うん、オーダーじゃないんですよ。うん、要はいくらぐらいでできるっていう価格の話で、要は多分、うん、物じゃないんですよね、多分金梅さん的には。ネタ的に和道のリングだっていう、うん、和道のところで使ってくれてるっていうのが多分ミソなんだと思ってて、もう極端な話、うんうん、アルミ缶の蓋でもいいんですよ。なんかだけど僕としてはその極端な話、その金梅さんはそのネタとか笑いとかの人じゃないですか、その、うんうん、なんていうか言ってる意味わかります？うんうん、だから別にデザイン優れてなくても和道が作ってくれたんだよねっていうので、うん、多分その、うん、やってくれてると思うんで今の流れだけど、僕そこに落とし込みたいんですよ普通に、うんうん、なんか見た時、え、かっこよくないみたいな、その普通に、うんうん、まあ1000人とか2000人のリスナーさんが見るわけじゃないですか、下手したら3000人とか、うんうん、でその時になんかこう、え、実際私も欲しいんだけどって言われるような、うん、そういいものを落とし込みたいんですよね、自分としては。そしたら、はい、平打ち、まあ、要はワックスと地金の違いっていうのはやっぱし、はい、ね、ワドちゃんやってて分かると思うけど、はい、ワックスっていうのは曲線とかさ、はい、造形物に対して強いんだよね、はい、
で、地金っていうのは結構やっぱし角張ったとことか、まっすぐとか、こう、エッジが効くとか、そういうところに強いっていうところがあって、まあ、同じ一つのリングでも、ここは地金でいくとか、ここはワックスでいくとか、まあ、いろいろとこう出てくるんだけど、その、和銅というブランドの中に、それを、金映えタイプというものを入れるっていうふうになっていくんだったら、どのみちその原型作りとしするとしては、できればそういうものであればね、そういう今平角のものであれば、地金で作るのが僕は一番いいと思うよ。なるほど、わかりまうん、す。どうしてもワックスでやって、そこからキャストして、まあ、原型仕上げして、ゴム型切って、それをまた量産タイプに回すとなると、どんどん、面がだれていっちゃうから。面がだれる。面がだれてるの、角が立たなくなってくる。なるほど。どんどん柔らかくなっていくっていうのは、要は丸くなって、要は丸本当みに、が出ちゃうんだそうそう、丸みが出てきちゃうのね。よ。どの道最終的に磨いた、どんだけ結構、なんていうのかな、パンパンに、角張ったように磨いたとしても、やっぱり少しは丸くなるから。なるほど。だから、逆算を全部していくんだけど、さっきの石もそうだけど、全部最終フィニッシュをどこにしたいかっていう、どこに落とし込みたいかってとこから逆算を全部していかないといけないから、今回でその話、今までの話を聞いてると、地金でいけばいいと思うし、で、逆に地金多を、分さっきの話に戻るんですけど、X さんが思ってるシンプルと僕が思ってるシンプル違いますね、多分。で、X さんがワックスの段階で見せていただいた曲面の婚約指輪あったじゃないですか。ああいうのすごくいいなと思ったんですよ、僕。シンプルな中でも、売りがあると思って。あれ、地金じゃ無理っすもんね。ああいう曲面を出すっていうのは。できなくはないよ。できなくはない。できなくはないんだけど、なんだろうな、面倒くさいっていうところもあるよね。あと、地金を、要は、まあ、地金っていうのは、まあ、削った粉は、もちろん再生はできるけど、そうですよ、ロスですもんね。そう、ロスになってしまうのね。で、特に、まあ、シルバーぐらいだったら大したことないかもしれないけど、金プラチナになってくると、まあ、自分たちのものってそれを後で溶かしてっていうことはもちろん可能なんだけど、それっていうのは、なんていうの、すぐに、そこからすぐに金属に、じゃあそれをできるかって言ったらそうではないし、やっぱり最終的にその、なんだろうな、インゴットにするとか、例えばそれを角栓にするとか、棒栓にしてもらうとかっていう、業者さんに頼まなくちゃいけないね。で、そうなってくると、まあそこはそこで難しいかなって。だから、ワドちゃんのその言ってるシンプルさっていうのは、まあ、多分こ僕のが間言っのて見るせた、シンプルって言ってるのは、要はドクロとかついてないってぐらいの意味です。要はシンなプるほルど。なんだけど個性出したいんですよ、僕。要は、なんて言うんだろう。なんつうんですか、ごちゃごちゃさせたいというか。わかるわかるわかる。なんとなくわかる。それであれば、ワックスでやっぱ行く方がいいよね。ワックスで行って、もし、例えば途中で万が一、石を、まあ、石は関係ないけど、なんかここに何かをやっぱしたいんだよなって、例えば、金ちゃんが放送で言ったりとか、例えば、和美ちゃんのとこにこう連絡があったりとか、もしした場合に、やっぱし、その、なんていうの、それに対応できるのは、やっぱりワックスの方が対応はしやすいしね。あと、地金からどういう加工ができるのかっていうのを僕頭に入ってないんで、なんて言うんですかね、それが分かんないですよね。要は彫刻刀みたいなので、タガネとかで削りっていくっていうのはイメージはつくんですけど、それ以外がよく分からないっていうか。まあそうだね、タガネで初って言ったり、あと、なんだろでも今うな、回のデザインの多分高値使わないですよね。あと何ができるかね、まあいろいろと、
こういう感じはっていうふうになると、あ、こっちの方がいいかなとかって、そういうやりになるけど、まあ、金属をやるとなると、金属、もう地金を扱うことになると、まあ、今の多分、和美ちゃんの放送室じゃ対応しきれないと無理ですね。スタジオ行かないと無理ですね。思う。で、まあ、そのためってだけではないけど、まあ、この間ちょっと話したけど、うちの重機たち、機材たち、全部入れ替えをするから、まあ、要は、言わなれば、ワドスタジオみたいな感じに、僕も作業して、ワドちゃんも作業できる、ね、放送もできるっていうような形にもう持ってってしまうから、そこまでなれば、あと、まあ、ワックスだろうが、金属だろうが、まあ、どっちでもいいんだけどね、本当はね。そうっすね。で、まず、まあ、それをまあ目指してるっていうのは実際だけど、了解っす。まあ、今回に当たっては、多分それはワックスで行くべきだろうねと思うよね。あと、多分なんですけど、X さんの今、ワックスの段階で、ブライダルとか婚約系のリングって、どれくらいあります？あります？ものっていうか、要は、リングを作るっていう頭がなかったから、なんていうんですかね、どういうものができますよっていうのも把握すらしてなかったじゃないですか。要例えは、ば、だ、うんと、うん、ごめんね、言う。それを知っておきたいっていうか、じゃあ、まあ、今、近畿で出た話で、やっぱし、世の中の人って、オーダーメイドを、ブライダルでオーダーメイドで作りたい、まあ、作ってほしいですって言われてる人たちっていうのは、の中の8割ぐらいは、やはり、カルティエが好きな人が多いよね。ですよね。これはまあ僕がまあ何十年かやってきた中での、やっぱしそのあなやっぱ出てきたな、カルティエって、そういう話なのね。定番っすもんね。で、やっぱしその女性から愛されるデザインだと思うし、確か流行りに。すたりがまあないというその凄さなんだよね。普遍的ですよでね。も、で、ただ僕のところに来る人は、カルティエが欲しければ、やっぱし僕はいつも言うのは、カルティエが欲しければカルティエを買うしかないと。そうですね。でも、カルティエみたいなデザインでもう少しこういうふうにしたいとか、ああいうふうにしたいとか、世界に一つのものっていうなれば、手作りで、まあ、オーダーメイドで作るのがっていうのが、オーダーメイドのやっぱり醍醐味だと思うんだよね。そうですね。だから、そこら辺で考えると、まあ、僕のまあ、今まで作った中でっていうのは、やっぱカルティエが主になるものでも、カルティエよりこう、ここが秀でてるとかっていう風なやり方をしてきたりとか、あとはもう、本当その人の、なんていうのかな、私生活、プライベート、あとは仕事とか、もう、例えばその人が、まあ、近畿の話になると、まあ、元、バドミントンのプロ選手で、その人が結婚を今度することになってんだけど、それをまあ今オーダー受けてんだけど、その人の、まあ、その人とその人の奥さんになる人の思い出とかから形を形成していくから、なるほど。だからね、すごくリサーチが必要で、で、それは配信で金ちゃんと朝比奈ちゃんのことっていうのは、配信でしか見れなかったりとか、今回のことに関して言ったらですよ、フルオーダーっていうよりも、頭切り替えようと思ってて、僕は和道のブランドでシンプルなラインナップを作るっていう考えで行って、で売ろうと思ってます。だからもう、和美ちゃんがもう、変な話、和道がもう、まあ、毎回そうだけど、デザイン起こして、で、やるっていう、まあ、ことになるだろうし、今僕は口頭で言われた、そのバングルみたいな感じって言われてたけど、多分、今だけだと、少し自分の頭の中の、あなたの頭の中にあるものが僕の頭の中と完全にリンクしてない部して分はないやっですぱりね。多少あると思うから、それ例えはばなんですもけど、う、うん、うん。エッフェル塔みたいなやつすげえいいって言って
ったのとかあるじゃないですか。あああれを平打ちでああいうふうなことって可能なんですか、シルバーで。向いてないですか。エッフェル塔でいや、平打ち。要は、リングの多層構造になってるっていうんですかね。それがすごいかっこよかったんですよ、僕の中で。めちゃめちゃこれかっけえと思って。で、それを今回の LINE に持ってったら、絶対びっくりすると思うんですよ、リスナーさん。あれ、あの感覚っていうか。なるほど、なるほど、分かった、分かった。でもシンプルっていう。でも多構造って言えば今のトップもそうだよね。多構造じゃない。だからまあ、一つのものを全部カービングしていくやり方じゃなくて、ばらして作っていくっていう、まあ、それはまあいろんな意味がある、あるっていうのは、まあ、まあ話したじゃない。で、その多構造も、今回の指輪の多構造も多分同じだと思うんだよね。であればワックスでいけばいいし、もしかしたらここはもう、地金でいった方がいいよって、地金とワックス足すこともあるし、だから、いいんじゃない？それを、そのデザインさえ、まあ、ね、打ち合わせで、こうして、打で、ち合そわれせっをていうもうのはやる。誰との打ち合わせですか？要は、その決まっ、決まっ、まあ、決まったらっていうのは、要は、金ちゃんと打ち合わせする必要はないでしょ？多分、それは。金梅さんとは、要は金梅さんはもう簡単な話、プルタブでもいいんですよ、秋葉の。だから、そしたらもう、僕と、そうです。ワドちゃんはもう、打ち合わせして、もう、それで、じゃあ、こうしようって言って、いつも通りでいいんじゃないの？あなたがやりたいようにやればいいと思うよ。了解です、了解です。で、あと、できない部分とか、そういう、こういうとこはっていう部分は、まあ、僕が少し、手助けはするけど、基本はあなたが全てだから、了解です。わかりました。まあ、なかなかね、そうだよ。朝比奈は単にカルテの指輪が欲しいんだよ。そうだよ。それはもうみんな分かってることだよ。そう。デザインがどうとかじゃないんだよ。カルテエのラブリングが欲しいんだよ。ブランドが好きなの。カルティエっていう。そう。だから、いいのよ。だけど、悔しいじゃないですか。要は、ネタじゃないですか。ぶっちゃけた話。金梅さんの愛情でもあるし、和道っていうの、ネタだと思うんですよ。だけど、そこで、一泡じゃないけど、かっこいいものを投下したら、逆に、面白いとは思ってるんですよね。良くない？みたいな、普通にっていう。せっかく作るんだからっていう。そうだね。せっかくそういうふうな話が来るんだったら、それはそれで、ですよね。本気ででっかくいきたいっすよね。だと思ったのは、今ね、ワックスしかやってない。てか、ワックスも、まあ、最初ね、言うなれば、そのワックスのブロックと、あとね、カッター1本でやり始めた人だからね、あなたは。そうなんですよ。まだやり方10す日目ぐら、らいですからもね。う、だから、何にもない状況から始めてるわけだから、まあ、もし地金を使うとするんだったら、地金も覚えられるだろうし、地だから金だ全部詰とめああ込いむ。う多層構造とかっていうのは無理ですよね。そのシンプルって一番難しいですね。い本や、当に。実際ね、その多層構造って、地金でも、昔の職人さんとか、なんていうのかな、見たことあるか分かんないけど、まあ、今時なかなかそれを直しとか、これをちょっと、サイズアップしてくれとか、なんかこう直してくれっていう人っていうのは本当に少なくなってきたけど、昔の職人さんが作るものって全部地金でやったんだよね。時間を削り出したんですか？いや、削り出しじゃなくて、もう地金で全部はっつけたりしてって、狂ってますでね。も狂ってる、すんごい、もうなんだろう、よくやりますねっていうぐらいのものが、やっぱたまにそういうのを出てくるんです直しか？とか、っていうのに当たったことあるけど、
むちゃくちゃなんだよね。今なんかね、3D CAD ができる人がいて、まあ 3D、まあ、昔だと 3D CAD ができても、建築の 3D CAD ができて、で、それをじゃあ実際、切削機だとか造作機とかそういうものを、まあ、何種類かあるんだけど、それに入れたとしても、結局最終的に磨けなかったりとか、磨けないっていうのは、磨くこのもう入んない、隙間があったものか。そう、事実もう入るものがないっていうさ、はい、そうなんですよ。それさっき多層構造いいなと思ったんですけど、多分ブライダル系って綺麗なそのシンプルさじゃないですか。だから奥まったところは黒ずんじゃったりしたらどうなんだろうとか、実用性も考えないととか思ってて、そこで逃げる、まあ、技とかもいろいろとあるんだけど、まず磨けないっていう風なことになったりとか、石が止めきれないとかっていうことも多々昔はあったのね、はい。で今は、実際それを全部作ったことがある人がプログラミングというか CAD を立てたりするから、はい、だいぶそこはのロスは減ったんだけど、それでもやっぱしなんだろう、まあ、図面を引いてもらうわけだから、実際問題そのなんていうのかな、いろんなことが生じるんだよね。やっぱ逆算してっても、だからここはこうじゃないか、ここはこうじゃないか、でもここはしょうがないから、じゃあ後で爪をつけるとかなんかっていうようなことあったりとか、パーツで別パーツで作るとか、かなりそこら辺はやっぱし作ったことはあって、もちろん磨いたことある人、作るだけじゃなくて、はい、原型師だけじゃなくて磨きも最後の石止めも全部やったことある人っていうのがやっぱ強いし、だから本当に CAD でね、普通のリング1本 CAD 立てて、で、造形機とか造作機とかって切削機を使ってすぐにできてしまうよっていうのもあるけど、まあコスト的にもまあ高いだろうし、まあ、自分でできるって言っても、じゃあ自分で何時間そこまでかかりましたかとか、ね、車1台余裕、まあ本当にレクサス買えるぐらいの機械を、まあね、うちの昔からの知り合いとか、はい、またもう今3代目か4代目か分かんないけど会社に導入してたけど、もうそういうのもさ、考えたらやっぱり料金1台でその会社が回してたら、まあそうです。1個じゃあそう1個やってもらうのに、じゃあそこでね3時間それにその機械が3時間稼働しなくちゃいけなくなると、やっぱり高くなるよね、値段は。なるほど。どうしよう。明日は僕あれなんですよ、生活保護完全マニュアルで一日潰れちゃうんですよ。配信でね。そうです、トークで、はい、番組あるんで。はいはいはい。どうしようかな。スタジオ行かないダメっすねこれ。まあ多分スタジオ来た方がいいよね。遠隔で無理っすね。うわ、ちょっと無理だと思うよね。ていうか作り方が分かんないです、リングの。まあそこだよね。まずそこです、ね。だからまあ地金で作るとしたらこんな感じとかさ。はい。そうそう。で、物だったらこんな感じっていう。はい。僕も物見ないと分かんないタイプのあれなんで。どうしよう。そうだね。いつ空いてますか。いいよ、合わせるよ。その、はい、僕的にはそうだな。23、明日が僕ダメなんで、で、さすがに今からっていう感じでもないんで。明後日もうやめた方がいい。だって、今日はすごいよ。そうですよね。僕、今日外出ていろいろとちょっとやってたけど。無理ですよね、雪降って。雪すごいよ。ですよね。その中はもう歩き回ってたけど、はい、本当に。はい、だからまあそうだね。だから一番最短で明後日の水曜日で、もし何もないんだったら、はい、ワドちゃんの方で何もないんだったらそれでもいいし。そうですね、明後日になるかもしれないです、もしかしたら。ちょっと伺うかもしれないです。いいよ。それはもういつも通りあなたの、はい、そのサイクルで言ってくれれば、はい、あと、そうだ、うん、今回あれじゃないですか、もう指輪作るってことで高値用意しないといけないじゃないですか。高値ってどれくらいで作れるのかっていう、その日数。
ああ、なるほどね。あと、いくら用意したらいいのかっていう、そう、ただでの。まあ、そこら辺の細かい、じゃあ、見積もりは、はい。また LINE で、そっちに送りますね。了解です。わかりました。すいません。ありがとうございます。いや、とんでもない。はい。じゃあ、とりあえず頑張ってください。了解です。あさって伺はい。う感じで。はい。よろしくです。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、失礼します。失礼します。なるほど。スタジオ行かないとダメだ。スタジオ行かないとダメだ。みんなお疲れ様です。どうも。とてもじゃないけどね、我流でいける感じではないね。指輪って誰の？朝比奈さんの指輪のサイズ？誰の指輪のサイズ？いや、そうだと思うんだよね。朝比奈ちゃんはね、単にカルティエが欲しいっていうのはあるんだと思うんだよね。俺もそれは放送とか、リスナーさん、放送を見たリスナーさんに聞いて、それは感じた。朝比奈ちゃんはカルティエが欲しいんだよ。でもせっかくだからね、あれこれいいって思ってもらうようなものをね、出したいよね。いやいや、まあまあ、それはそれでいいのよ。別に、二人のも関係だから。俺は、ほら、シルバーの仕事としてもらってるわけだから、いいものを提供したいってだけよ。金梅さんと朝比奈さんが、ああ、よかったっていうものを作りたいの。単純に。あ、そうだ。忘れてた。ああ、ロムって全然全然。もしよかったらフォローしてください。全然ロム大歓迎ですよ。コメントも大歓迎です。
指輪作れますよ。はい。これね、ヘルツっていうメーカーのカバンです。おい、サムいらっしゃい。こんばんは。あの二人婚約すんの？それはわかんないけど、婚約指輪の依頼が来たってことは婚約すんじゃないの？だって、婚約指輪を依頼されたってことは婚約するじゃないの？いや、わかんないよ。俺も金梅さんじゃないから。婚約すんじゃないの？佐々木さんいらっしゃい。だって婚約しないんだったら婚約指輪いらないでしょ。そんな感じです。いや、リング作り今日や、これで終わりにしよう。
疲れた。まずカルティエでシルバーのリング出してないからね。いやでも本当に付き合ってるのは付き合ってるんだね、2人が。カルティエのリングってめちゃめちゃ高いんじゃないの？高いよね、カルティエのリングって。10万以上すんでしょ？すげえよな、朝日はもう。金梅さんから100万のリング買ってもらったりすんのかな。どうなんだろう。もう雪やんだ？すげえな、雪な。やんではない。わかんない。俺ご飯食べたよね。朝ごはん食べた。まだ降ってる。まだ降ってる。大雪警報だって。積もる感じの雪が降ってる。雪これから来るんだ。じゃあ買い物行こうよ、のんちゃん、うん、今のうちに、うんうん、そう、買い物行こう。食料確保し、食料確保だね、のんちゃんね、今のうちに。雪すごい、マジで。うわすげえわ、真っ白じゃん。寒っ、寒っ。こんな状態なんだ今。すごいね、積もってんじゃん、やば。凍え死ぬね、これは。こんなことになってたのか。吹雪。この前のスパー動画、画質も角度も見やすくて助かります。毎度ワドさん来てほしいレベル。あのね、格闘技に関しては、あの、引きの画面で撮るのが基本なんですよ。動きもあるから。だからアップにするとパンチとか見えないっていうのは、よく分かってたから、そう、スパーリング動画何回も作ってるから。見やすかったでしょ？引きでね、撮った方がいいんだよね。で、トークの時は寄せた方がいいの。顔の表情が分かるから。だからね、向いてる、向いてないってあるんだよ。なるべく遠くから撮るの。見やすかったでしょ、スパーリング動画。ただまあ放送的な面白みには欠けるんだけどね、顔芸とかが向かないから、うん、あれは結構あの原田さんの枠も見たんだけど、パンチの動きとか見づらいなと思って。まああの絵的にはね面白いんだけど、結構前回の動き良かったね。まだまだあの鍛えないといけないけど、そんなに悪くはなかったな。見てみようか。これでしょ、見てみようか。これがそうだね。ちょっと待ってね。池上アップめちゃめちゃ面白かったね。こっちの方が見やすいでしょ。これはね、さすがにね、カメラで追っかけらんないよね。フットワークが見えないんだよね、全体映さないと。見やすいよね。どうだった動きは、みんな的には。ファイトスタイルだいぶ変わったでしょ。もらった
ったらいい、もらったらいい、前だろ前だろ前だろ、いいよいいよ、あといいよ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 、おい、すいません、頭痛いんだよね。あーよくは意味が分かった、なんかおかしいなと思ったの。あー意味が分かった、左のおでこが痛いんですよ。原田さんサウスポーだからだ、右ジャブなんだ、なんでこっちが痛いんだろうと思って。右ジャブもらってんのか、あじゃあ右ストレートもらってんのか、じゃあ右ス、あれあオーソドックスだな、違うな、ジャブ普通にもらってんのか、あれなんだろう、左のおでこが痛いんだよね、アメリカ人かなこれ。これ良かったね、まあ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 こんな感じか。まあまあ悪くなかったでしょ、動きどうだった、予想通りだった、予想以上だった、予想以下だった、そんなに悪くないと思うんだよね。綺麗良くなってますよね。まあ基礎的なパンチの打ち方がちょっと乱雑にはなっていたんですけど、実際スパーの時にそこはまだまだ改良すればいいと思ってて、出前か、出前もありだね、でもまあ節約節約、オリジンにする、じゃあちょっとコメントでもなかなかいいって意見よかった、あもう残り2分か、簡単に言うとスタミナ消耗がすごい激しいんだけど、頭を常に振って追いかけてっていうスタイルはできたかなっていう、その原型、その一番打たれながらその打つっていう、本当は打たれちゃいけないんだけど、そのかわしながらかわしながらってこう頭を常に振って前に出るっていう、ただパンチが良くなかったね、ちょっとね、追いかけるのが下手だったけど、まあまああのスタイルで行くことになると思います。あれにもう磨きをかけまくっていって、ウィービングのキレとかを良くして、でもコメント欄見たけどデンプシーロールって書いてあったね、初めの一歩の戦い方に近い、かなり、そうそう、デンプシーの初動の動きだね、デンプシーロールは実際やってないんだけど、じゃあ僕一回のんちゃんと買い物します、うん、お疲れ様です、ありがとうございました、バイバイ。お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ、なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう